はい、こんにちは。今日はですね、iPad で、写真をイラスト化する方法を紹介していきます。写真読み込んでなぞるだけっていうすごい簡単なチュートリアルなんですけど、まあ、絵描けない人とかはですね、おしゃれな写真を読み込んできてこの方法を使ってもらえればですね、絵うまいねみたいになるんで、ぜひやってみてください。で、使うアプリは Procreate っていう iPad のお絵かけアプリを使ってます。すごいおすすめなので、1200円ぐらいでダウンロードできるので、まだ持ってない人はよかったらダウンロードしてみてください。はい、で今回はですね、このパンケーキをイラスト化していきます。まずプロクリエイト開いてもらって、写真をインポートしていきます。写真アプリを右側に立ち上げてもらって、スプリットビューですね、でドラッグ&ドロップしてもらうとプロクリエイトの中に入ってきます。でタップしてもらって開いてですね、ここから始めていきます。で初めなんですけど、写真のレイヤーをですね、複製して、バックアップとして置いておきます。左にスワイプして複製を押してください。でもう一回スワイプしてロックっていうのを押しておけば、ここは動かなくなります。で、複製したレイヤーですね、上にあるレイヤーに加工を加えてイラストっぽくしていきます。でこの上にある指マークですね、これぼかしツールっていうんですけど、これを使って画像加工をしていきます。とざっくりどういうものかっていうと、こうやってわーってやるとですね、画像がにじむっていうか、ぼけるんですよね。でこれをうまく利用すると写真がですね、油絵っぽくなっていくんですね。で、ちょっとこの画像の一部をなぞってみると、こんな感じで、潰れるんですよね。でこのキメの細かさをあえて潰して、イラスト化していきます。でこんな感じで、結構ざっくりもう大胆に筆を動かしていくのがコツです。で細かすぎると、写真感が残っちゃうっていうか、なので思いっきり筆を動かしてください。そうすることで解像度が潰れていくので、よりイラストチックに、油絵チックになっていきます。こんな感じでかなりちょっと絵の具で塗ったような感じになりますよね。で、これをひたすら続けていきます。で今日のチュートリアルはもうそれだけです。これをひたすらやるっていう感じです。でね、結構楽しいんで、やってるとですね、ずっとやっちゃいます。で私今結構ズームアップしてやってたんですけど、ちょっと細かくやりすぎたなと思いました。これでも細かくやりすぎかなと思ってます。でもっともっと太い筆でざっくりざっくり塗っていった方がいいです。で使う筆なんかも変えてみると面白いかもしれないですね。で私は今回固めの、ソフトブラシかな、固めのソフトブラシっていうのを使って、なじませていってます。で手前の方は割と細かく描いていってもいいんですけど、後ろの方はですね、もうディテールを潰す勢いでどん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 ぼかしていってください。で今回これでもちょっと描き込みすぎかなと思ってて、細かくやりすぎて写真っぽさが残っちゃったんで、ダイナミックにもう太いブラシでわーってやった方がいいですって思いました。ちょっとビビってですね、細かくやりすぎちゃった。またリベンジするので待っててください。でこっからちょっと早送りで回していきます。
はい、でこんな感じでですね、全体的にぼかしのブラシを入れれたら、最後ですねハイライトの部分をブラシの白でキュッと入れてあげるとですね、よりメリハリが ある絵になるので、まあ、ブラシの細いブラシをですね、細いブラシの方がいいです、細いブラシ取ってもらって、ピンポイントでブラシを入れてあげる。でその白いところをまたぼかしツールでぼかすっていうのをやってあげるといいと思います。でこれで仕上げて完成になります。でだいぶイラストっぽくなったかなと思います。まあ写真読み込んでなぞるだけで誰でも絵っぽく描けるので、ぜひぜひやってみてください。でこういう感じでプロクリエイトの使い方をたくさん紹介しているので、あとは他の iPad のアプリの使い方とかも紹介しているので、よかったらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。はい、じゃあ今日はご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。